はい、皆さんこんにちは。坂キャプスでございます。石破さんね、決まったことでですね、早速いろんな反応が出てるんですけども、株価ですね、時間外取引でですね、だだ下がりですね。今ちょうど期末でね、配当落ちということでですね、動きが読みづらいんですけども、まあそれ以上にですね、ガンガン下がってるという感じですね。CFD 日経平均がマイナス1545ということですね。普通これ2、300の範囲内なんですよ、マイナスが。配当落ちになりますんで。それが1543って。時間外でね、1500、1600下がるというのは珍しいですね。つまり、石破さんの経済政策に期待をしていないということですか。で、よう分かりませんからね、あの人ね。物事はっきり言わないでしょ。まあ、記者もね、何も考えてないけどもですね、何も考えてないけど、まあ、あの人やったら大蔵省、財務省の言う通りやろうなという感じがしなくもなかった。で、読みやすいんですけどもですね、読みにくいですね、石破さんというのは。いまいち何考えてるかようわからんというところがあって。で、ドル円がですね、急速に143円台、今日145円台やったのがですね、円高になってるんですよ。これもどういう読みなのかようわからんですけどね。高市だとですね、オファー促進やったわけですね。それが石破さんには途端にガーンと下がってる。まあ、経済的に期待されていないというか、多分ね、その選挙に負けて、次の選挙、総選挙あるでしょう。まあ、石破さんすぐになさらないという感じがします。けどもですね、このあの人で、ですね、こう政権運営をやっていてですね、内閣の支持率が上がるとは思えないんですよ。そうすると政権不安定になるでしょう。政権不安定はやっぱり株価は下落要因なんですよね。なんでそれを読んでの株価下落かなという気がしなくもないですね。あの高市さんだと多分選挙をすぐなさってですね、自民圧勝という構図が描けたんで分かりやすいですね。で、分かりやすい分かりにくいということに関しては高市さんの方が分かりやすいですね。立場的には保守ですしですね。で、石破さんはなんかこう保守のようなちゃうようなっていうので、中国の影がちらちらっと見えてくるでしょ。なんでですね、でしかも中国におもねるということはですね、日米関係は不安定になるということなんですよ。で、石破さんそのあたり分かっていない感じがするんですね。明快にアメリカの属国なわけですからですね、アメリカがですね、そのなんて言いますかね、こう嫌がることはやらない方がいいわけです。中国と仲良くするってアメリカが嫌がることなんですね、今やですね。そのあたり彼分かってないんちゃうかなと。言動からするとですね、分かってないんちゃうかなという気がするんですね。まあ分かりにくいということですね。分かりやすいか分かりにくいということに関しては分かりにくいのが石破さんで。もうで、この後多分ね、自民党低迷しますよ。で、すぐに選挙したくても、来年の7月には参院選挙があるわけですよ。で、来年のこう今頃までには解散総選挙をしなければいけないわけであって、だいぶ今頃が任期満了ですからね。なんでですね、いや、彼が政権浮揚できればいいですけど、そんな風には全く思えない。一般国民というのはね、なんていうんですか、その、トップ、総理大臣が賢いとかバカとかっていうよりも、分かりやすいか分かりにくいか、明快か明快じゃないかというところをメリハリがあるかないかっていうのを気にするんですね。で、歴代ですね、分かりやすい人は割と人気あるんですよ。分かりやすいといえば安倍さんとかね、小泉純一郎とかですね、あの辺分かりやすいでしょ。で、岸田は何言ってるかよく分からんでしょ。で、菅さんも何言ってるかよく分からなかったでしょ。分かりにくいやつはあかんんですよ。分かりやすくものを言って、それがある程度的を得てるというのが条件になって、それは多分高い社内が一番、まあ、こう当てはまっていたと思うんですけども、それを選ばなかったっていうことね。自民党は選ばずに、あえて分かりにくい、おそらく内閣支持率が低迷するであろう石破さんを選んだということでですね、まあそれが今の株価に出てるんちゃうかなということですね。だだ下がりになってます。これまだ金曜日なんでね、
明日土曜日でしょ、で30日が月曜日ですけど、月曜日どんだけ下がるんやろうと。まあ今これね、一瞬の動きかも分かりませんけどね、いや月曜日心配ですね。これこういまだ国会で首班指名になるのは来月なんですけども、その、まあ、人事もありますし、また自民党の人事をどうするのか、で非主流派ですね、高市さんを応援したグループに対してどう処遇するのかというところも見えますしですね、そこをよほどうまくやらないと月曜日はだだ下がれちゃうかなという気がします。はい、まあということで一応ですね、一応これでも貼っときましょうか、株価でも僕はいつも見てるページね。はい、一応そこ貼っときましょう。月曜日なんか波乱の予感がします。皆さんどうもありがとうございました。